ていいか君、痛いじゃないか。いちいちアイドルのスキャンダルまで調べるんですか？だから葛城直のマネージャーが死んだのは知ってるだろう。もちろん。自殺した立花優のことでしょ。同じ事務所のマネージャーですもの。では千春が待っていますので失礼します。おい、まだ話は終わってないぞ。遅かったじゃない。キヨ、どうして包帯を巻いてないんだよ。こんな夜中なら誰にも見つかる心配はないし。なんで向かってめえ。心配がするのは誰かに見られたらどうするんだ。言っておくが、お前は有名人なんだぜ。
中がお前の顔を知ってるんだ。誰もサインを欲しがらないけどね。そんなことより何？こんな時間に呼び出したりして。ああ、実はサツがナオのスキャンダルを調べ始めて。そう、どうして？スキャンダルのでっち上げぐらいで警察が動き出すものなの？いや、直接調べているのは例のマネージャーの自殺の件らしいんだ。どういうこと？人殺しまではしないわよ。それならば僕たちは人殺しなんかしていないって打ち明けた方が。バカ、殺しをやってないまでも二人の人間を死に追いやってしまったのは事実だ。そんなことが世間にバレたら。そうよ、今の生活だっておしまいになっちゃうんだからね。あなたも私たちと仲良くしているおかげで千春のそばにいられるの。とりあえず、俺たちのやったことが世間に知られるとまずいことになる。くれぐれも行動に気をつけてくれ。特に雪を。お前は人前で決して素顔を見せるな。今回の事件で唯一顔がバレてる人間だからな。